たの祈りができるようにしてください。さらに私たちが霊と誠をもって主イエス様を礼拝し褒めたたえることができますように助け導いてください。そして集われているお一人お一人の上に主からの豊かな恵みと祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。またオンライン礼拝に集われている兄弟姉妹の上にもこの場所に集まっている兄弟姉妹と同じように主イエス様からの豊かな恵みと祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。礼拝を始めにあたり感謝して主のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは賛美をもって主イエス様を褒めたたえていきましょう。よろしくお願いいたします。それでは平等に賛美をもって主を礼拝していきたいと思います。最初の立ちになる方はどうぞお立ちください。お胸きたら神、主イスラエルの神、主イエスただ一人、不思議技を成すべきかな神、主イスラエルの神、主イエスただ一人、不思議技を成すとこしえに葬れきから、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。とこしえに葬れきから、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。むべきかな神、主イスラエルの神、主イエスただ一人、不思議技を成す。むべきかな神、主イスラエルの神、主イエスただ一人、不思議技を成す。とこしえに葬れきから、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。とこしえに葬れきから、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。すべての国々はあなたを褒めたたえますように。とこしえに葬れきから、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。とこしえに葬れきから、その張り出しを立てましょう。どんな嵐の中でも、イエスは共にいてくださる。彼に信頼するも実を負させられることがない。だから主により頼め、今すべての重荷を主の御手に委ね、
主がなし遂げてくださる栄光の御業を仰いだから主に、だから主により頼め今すべての重荷を主の御手に委ね、主がなし遂げてくださる栄光の御業を栄光の栄光の御業を仰いで、ハレルヤ、ハレルヤ。この教会を土台とした働きはこの終わりの時代にあって凄まじいスピードで働きが進んでいくと主はされます。それであなた方はしっかりとこの土台の上に固く立ち、また主との信頼関係を持って進んでいきなさいと主はされます。さらに働きは大きく前進していくと主はされます。それであなた方はさらに祈りを強め、また私に聞き従う歩みというのを成していきなさいと主はされます。確かにこの困難がありますが、しかしその向こうに私の約束の言葉の成就というのを見せると主はされます。主に信頼するものはなんと素晴らしいことかと主はされます。これからの働きの中で確かにあなた方はこの主に信頼し、また主の言葉に信頼する歩みの確かさをこれから次々と見ていくと主はされます。あなた方のこの言葉に自分たちに頼るのではなく、立てられた神の言葉に固く立っていきなさいと主はされます。あなた方は主の栄光を見るだろうと主はされます。それでは再び主の前に賛美を捧げてまいりましょう。新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて主に歌え、主に歌え、永遠にハレルヤ。ゴリザル主をもう一度褒めたたえましょう。愛する天のお父様、この賛美の時を導いてくださりありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。朝の作り早い豊かに導いてください。この時を感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。それではしばらくの間お祈りの時を持ってまいりたいと思います。お一人お一人が主の前で静まって主との交わりの時、お祈りの時を持ってまいりましょう。
お祈りはそこまでにしていただき、再び賛美をしていきたいと思います。新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて、主に歌え、主に歌え、永遠に。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧いただければと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではパウロ秋元牧師に聖餐式を導いていただきます。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会では、どこの教会の方でもイエス様を信じて洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方々にはこの式に来られることをお勧めしております。またインターネットで礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方はぜひこの式に来られてください。お祈りをいたします。天皇様はこのパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福し、インターネットの方々のパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福してください、そして私人々に恩賜と恩賜の恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き彼に与えて言われた。
取りなさい、これは私の体です。キリストの体を頂きましょう。イエスは彼に言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために何歳でもなす。キリストの血を頂きましょう。それではお願いします。天皇様、この聖餐の御御ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。聖餐の恵みに預かりました後は感謝の献金の時を持ってまいりたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持ってまいりましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。そすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。Seek first the kingdom of God and His righteousness.And all these things shall be added unto you. Hallelujah, それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられたものの一部をお一人お一人があなたの御前にお捧げしました。どうぞこの捧げられましたものを清めてくださり、御国の働きのために用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げられましたお一人お一人のうちに主イエス様からの豊かな恵みと祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。この献金の時を感謝して主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所を開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所は第二コリント人への手紙4章15節になります。新科学聖書第3版のお持ちの方は新約聖書の350ページ
第2版をお持ちの方は319ページになります。それでは司会者の方で読まさせていただきます。第2コリント人への手紙4章15節すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ神の栄光が現れるようになるためです。本日はこの箇所を通して特別賛美、証の時、しばらくまた賛美のうちにパウロ秋元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。